はい、おつです。本日もご視聴ありがとうございます。ただいまですね、滋賀県はね、永平寺のね、道の駅にいます。今回はですね、林道探索部極ゆる隊のヒロさんとね、のりチャンネル道のね、のりさんと野郎3人でね、彦根山の集落跡をね、散策する目的で集まりました。極ゆる隊のね、ヒロさんとは何度かね、面識があるんですが、のりチャンネルののりさんとはね、初面識ですね。まあコメント等でね、頻繁にやり取りはしていまして、今回ね、一度集まろうということでね、ただいま一緒に走っております。今ですね、道の駅を出ましてね、県道34号線を走っているんですけど、集落跡を見に行く前にね、この先に美濃ヶ峠という峠がありましてね、その峠の頂上付近にね、ダート林道があるんですけど、まあヒロさんの提案でね、まずはそのダート林道を走った後にね、集落跡を回るという流れでね、お送りいたします。君が畑っていうところね、右に曲がるんですね。やっぱりそうやな。この前ね、一応大萩集落にね、行った時についでにちょっと走ってみたんですよ。途中でね、引き返したんですけど、まあ、おそらくそっちのあの峠かな。まあ今回ね、この動画はこの3台でね、ダート林道をね、走る動画となるんですけど、まあ3人ともそれぞれね、動画チャンネルを持ってましてね、まあ、世間一般に言う YouTuber なんですけどね、まあ、自己紹介ぐらいしろよって感じなんですけど、そこはね、いかんせん、まあ、50歳前後のおっさん3人組なんで、照れましてね、あえて自己紹介シーンはね、撮影していませんがね、その辺はご容赦くださいよということでね、本日も元気よくね、行ってまいりましょう。いや、照れるんやったら YouTube やめてしまえよ。カウンタの国道チャンネル。なんか止まったぞ。こっから、あれなんかな。こっからダートなんかな。熊出没っていう看板がありまして、で、こちらから、未舗装のね、林道に突入を今からね、します。サブこちらが、現在地ですね。こんな感じですね。さあ、ということで、今美濃ヶ峠のね、ダート林道にね、突入します。で、とりあえずね、私が行けということで、私が行けっていうか、私自らね、ちょっと先頭にね、先頭を走りたいなと思います。じゃあ行きます。まあね、先頭の方が面白いということでね、私が先頭で走ることにしましたね。先の舗装道路とつながっているみたいで、まあ抜けれるみたいなんですけど、まあヒロさん曰くこの先ね、なんか通行止めらしいんですけど、あれ後ろ来ないぞ。後ろ来ないな。まあいや、とりあえず行ってみますか。私をですね、のりさんがね、自分の動画内で私のことをいじってくれてますので、ね、それはそれでまた面白いと思いますので、のりさんのね、動画も見てみてください。これが見ろか。
どうもね、ヒロさんがノリさんをね、気にして走っている感じみたいなんで、それでね、ちょっと遅いのかな。全然ね、後ろからついていきませんね。グランドキャニオンか、ここは。いい感じになってきましたね。ノリさんのことはヒロさんにね、お任せして一人でね、爆走しております。崩れのところまで行きたいなと思います。そんなにね、私自身はね、飛ばしている感じはないんですけどね。ノリさんがね、動画内でカンタさんが飛ばしてる、カンタさんが飛ばしてるってね、かなり言ってましたね。そんなことも言われているのもね、つゆ知らず走っております。楽しいな。ほほほほほほ、すごい断線。谷がちょっと浅くなってきたな。このままちょっと抜けれたら面白いんですけどね。抜けたいな。よいしょっと。あれ、少し道がきれいに。ちょっと道がきれいになってきたな。いやー、これおもろいな。面白い面白い。うわ、見て、木がもう左から落ちそうですね。それにしても後ろの荷台がね、全然追いついてこなくて、広場を見つけたんでね、ちょっとこの先の広場で泊まりたいなと思います。ちょっとこの辺でヒロさんとノリさんちょっと待ちますわ。ちょっと広いところは出ていたんでね、ちょっと待ってみますわ。テリーを撮影してやる。ちょっとね、だいぶ早く走ってきてしまったんで、ここでノリさんとヒロさんちょっと待ちたいなと思います。貸してくるかな。さあ、無事来るでしょうか。あ、来た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 来ましたね、来ましたね。これヒロさんですね。いい感じに来ましたわ。いい感じに。あ、ノリさん来ました。来ました来ました、ノリさん来ました。ビクビクでしょうか、ノリさんは。なかなかすごい林道ですね。面白いな。三大到着です。とりあえず中休憩で。それでは休憩が終わって終了しましたんで、今からね、さらに上までね、この先まで進んでいきたいなと思います。しかしまたすごい勾配だ。さあ、心も体もね、リフレッシュしました。それでは土砂崩れを見に行くと。この道でカメラで見るよりかなり勾配のきつい坂道となっておりましてね、ガードレールがあるのでね、安心ですけど、
この先の道がね、どんな道なのかね、本当にワクワクしますね。とりあえずあのヒロさんの車がね、なんか4区に入らないみたいなんで、あの最悪ちょっと引っ張りますわっていうことでね、あの走り出したんですけど、どうでしょうね、大丈夫かな。ちょっとあんまり来すぎるとダメなんで、この辺でちょっと乗ってますね。あれ、ノリさんが2番目か。かなりの大粒の石の上を走っているぞ。あれれれれ、こちらの方が道がいいのか。そんなの気のせいですね。あまりにもね、道がガタガタすぎて、この三軸ジンバルの手ブレ補正強力のカメラでさえね、ブレが生じているぐらい揺れているんで、同時にね、私の脳みそもタプタプ揺れております。おお。っていうかヒロさん、今なんて喋ったんだ。今回ね、3人で喋っている場面が、ね、ないので、コラボにしては物足りなさを感じると思うんですが、この後3人でね、回る集落跡ではね、3人でワイワイガヤガヤね、やってますので、続きが見たいよって方はね、チャンネル登録しておいてください。よろしくお願いいたします。カメラを気にしながらの運転なんでね、危ないんですよね。ほんまでっけーと思った次の瞬間、あ、ダメですわ、土砂崩れですわ、これ以上行きません。ちょっと見て、降りて見てみます。あ、1台でしたらできますね。了解。自分あのちょっと避けるんで、のりさん前行ってください。どうですか。今からその松のとこにバックして避けるんで、一回前行ってもらえますか。ちょっとのりさん見てきます。ノリさんもね、無事 U ターンできましたね。まあ先ほどのところで土砂崩れしていたんで、もうあれ以上行けないのでね、それではね、引き返したいなと思います。あー、抜けれたら楽しかったのにな。で、帰り道ね、また先頭走り少しね、早かったので、今から来る2台をね、ちょっと撮影したいなと思います。ちょっとかなりぶっちぎっちゃいましたね。来ました来ました。そこが一番多分きついところなんですけどね。あ、のりさんも来ました。よし、それでは行こうか。さーて、それでは出発だ。この林道よくよく見ると結構怖いっすね。何も考えずにね、走ってましたけど、やばいなこの道。それでは再びスタート地点に戻り、2人を撮影したいなと思います。さあ、のりさんと、ヒロさん来るでしょうかね。ちょっとかなり早く来てしまったんですけど、お、来た。やりー。さて、今からね、この3人でね、滋賀県の廃集落巡りをね、したいなと思います。集落名は G
回お楽しみということで、それではね、最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。